外装はほぼ同じじゃないかな。ここが違う。そうですね、プリクラグリルは後からつけて、今これも結構高くなっちゃって、いいやつ10万ぐらいするんですよ。このフォグってハロゲンってやつですか？そう、これもうほんと純正のまま。私もそれを見て、この色が、あ、ここにしたいんだ。なんか薄黄色なんですよ、ね、あ、はいはい。あとはメッキアルミですね。あとソナーついてるんですっけ、リフィちゃんの。あ、ついてないです。ついてないんで、これもオプションだったのか。で、メッキもまあオプションだけど、後から変えたやつ。で、これは新品にしました。これ、綺麗でしょ。この辺りは新品にして、これも後からつけたんですよね。8000円ぐらい。あとアンテナもちょっと安かったんで、ちょっと試しにテープでつけられるんで、シャークアンテナもね、うん、あとテール全部つくように貼ってあります。普段下だけでしょ、つくのは。これ上もつくようにしたんです。で、車庫帳が入ってるんで、ちょっと下がってる感じ、ね、お願いします。じゃあいきますよ。はい。これがついてないです、この青い光のやつ。これですか。はい、これが、はい、クロナムにありますついてた、そのちょっと速くなるやつ。スロットルコントローラーって言うんで、うん、これ結構いろんなモードがあって、もっと速いモードとかもあるんですよ。なんかいろいろ速くなる。おお、このぐらい、そう、速くなる。すごい。加速が全然変わるぞ。あとなんか違いあるかな。オプションでね、エアシートもあるし、同じだよね。あと空気清浄機か、ついてるのは。空気清浄機、これもオプションなんですよ。そう。これあります？いや、ついてないですね。これつけると音がするんですね、後ろから。ほら。あ、本当だ。ね、みーちゃんの後ろの音だったんです。聞こえます。そうそう。もう当時のオプションだった。あと冷蔵庫みたいなのついてるんですね、その真ん中。これですか？そう。うん、本当だ。当時いくらしたのかちょっとわかんないけどね。結構上に上がるんですね。なんか私のやつより上がる。嘘。上がる気がします。じゃあそこなんか違うのかな、もしかして。気のせいかな、なんか。何か違いはあるのか。え、ここ、ないのか。ここがない。あ、え、なんか。そこ多分一応同じ。なんか、うん、軽い。え、なんかステアリング軽い。ああ、なるほど。ちょっと違いますか。なんか違いますね。なんか加速がやばい。なんか振り込みがわかんないですか。スロコンが入っちゃってるんで今ね。あ、そっか。そう、まあまあ早いの体感してください。すごい。全然違うでしょ。もう全然。え、マジスポーツか。え、これなんか踏み込み。そうそう、力がちょっと加減が分かんない。加減が難しいでしょ。でもちょい乗せで全然いけるぞ。すごいですね、これは。すごい。そうそう、だけ変わるってこと。え、全然加速が今一番強いモードなんで、あのもっとね優しいモードもいっぱいあるんですよ。まあ試しに。ちょっとびっくりしちゃいました。びっくりしちゃうよね、自分の強さで踏んだらドカーンとね。ちょっとステアリングはね、それは何なのね、タイヤの違いなのかね、なんでしょうね。あ、メッキホイール。メッキホイール履くしかないです。履くしかない。ライヤさんにも頼んでるんですけど。そうですね。マキさんにも頼んでる。やばいな。モード落としますね。難しいですね、この。そうそうそう。このぐらいだったらあれかもしれないな。今スポーツプラスに落としました。ちょっとあれでしょ、普通に戻ったでしょ。同じ車でもね、変わりますよね。違いますね。違いますか、やっぱ。違う、なんか、うん、あとシートも違います。え、あ、ほんと？シートが違う気がします、なんか。前回、みゆちゃんも言ってたけど、うん、やっぱ違うんだよね、一台一台ね。ですね、うん、こっちのモードの方が乗りやすいですか？乗りやすいです。ね。さっきの高速向きだよね。そうですね。後ろはどうですか？
快適ですか。快適です。やっぱ違いますかね、一台一台ね。違いますね。うわ、増えた。すごい、埋まってきた。だいぶ増えましたね。いいですね、これ乗ってくれるの。